東京宝塚ビルは東京都千代田区有楽町に所在する映画館、劇場、オフィスからなる複合高層ビル。都心の一等地であるが比較的狭いな東京宝塚劇場跡地に複合建築物を実現するため映画館を誓いに劇場を31メートルまでの低層部にと上下に配置し低層部を2面の道路境界からそれぞれ18メートル 12メートルセットバックさせることで高層部に最大限のオフィス空間を確保。さらにオフィス用エレベーター5台をリニアに配置することで2000席の劇場の実現が図られた。こうした多様と大空間の重層化を起とするためにメガストラクチャー構造が採用され、同時に劇場、映画館の遮音対策にも十分配慮された計画となっている。 総工費は230億円。宝塚歌劇団の若さと躍動感、上昇の勢いを表現した、ライジングステップというビルのコンセプトをもとに、高層オブコーナーに塔を設けて、都市のランドマーク都市、全体が塔に向けて、海岸上に上昇していくシルエットが形作られた。さらに外壁には、淡いパープル色のタイルと、柔らかなベージュ色の塗装を用いて、優しさや、華やかさ、 気品といったものも合わせて表現されている。また、劇場ファサードは、彫りの深い繊細なリズムの壁面構成。とすることで、幕をイメージさせるようにし、全体を劇場のプロセニアム・アーチに見立てた。地下二階に日比谷スカラ座一転、二の二巻体制で開設され、二千五年四月一日、東方海間地下一階にあった。三行座の閉館に伴い、スカラ座には三行座の名称を継承した。 これを受けスカラザ1はスカラザとなった。2009年2月3日、2巻は、東方シネマズミユキ座、東方シネマズスカラザにそれぞれ名称を改めた。2018年3月に開業する、東京ミッドタウン日比谷に東方シネマズ日比谷に、併設されることに合わせ、東方シネマズミユキ座、東方シネマズスカラ座は改装の上で、東方シネマズ日比谷に、合併。 一体運営されることになった。これによって、スカラザは、東方シネマズ、日比谷スクリーン12、三幸ザは東方シネマズ、日比谷スクリーン13となった。1から6階部分に入る劇場で21世紀、最初の日に当たる2001年1月1日にオープンした。阪急電鉄に賃貸された宝塚、歌劇団専用の劇場として、舞台のサイズ、設備等のシステムは、 宝塚大劇場と同等になっているが、客席数では、こちらが約500席少なくなっており、客席数の最大限確保と楽屋配置などの関係から3階が主外席とされた。全体的に宝塚らしい花やぎのあるデザインや、色彩でまとまられているが、絨毯の地の色に、旧劇場の色を用いるなど、記憶の継承にも配慮され、リニューアルオープンを契機に、 元花組トップの高二式こと小川講師が支配人に起用された。2011年3月3日に来場者数が1000万人を達成し、記念セレモニーが取り行われた。リニューアルから10年間の通算講演回数は約4800回、通算客席稼働率は100%以上となっている。管理、運営、制作は、当劇場、宝塚大劇場ともに、 半球電鉄から分社された宝塚部隊が行っている。7階から18階がオフィスフロアとなり、当時は不況の時代だったが、開業前に全て埋まる活況を呈した。1フロア約340坪の可視室空間には、従来より一回り、大きい 3.6M モジュールを採用し、より自由度の高いレイアウトを可能にした。また、建物南東角にはリフレッシュコーナーを設け、 都市のパノラマが楽しめるよう配慮されている。ありがとうございます。